旧大志駅。この動画では経年劣化が進む中、旧大志駅の姿を後世に伝えるために3次元レーザースキャナーを用いてデジタルアーカイブ化を試みました。旧大志駅は群馬県国村、現在の中之条町国地区に1944年9月1日に完成した鉄鉱石運搬のための駅です。鉄道による貨物輸送が始まったのは1945年1月2日でした。ここから 8km 離れた場所に群馬鉄山があり、軍需会社として鉱石増産の要請のもと、埋蔵量約250万トン、年30万トンを出荷する計画がありました。鉄鉱石は索道で大志駅まで運び、貨車に積み込んで川崎方面へ運ばれました。国内第2位の規模を誇る鉱山でしたが、この時期、戦局の悪化や交通の分断、製鉄所の被爆を受け、8月15日の廃線で全山操業停止になりました。その後、1947年には操業再開、復興に向け、鉄は国家なりの掛け声で活況を呈しますが、1965年には資源枯渇のため閉山しました。現在、大志駅跡には、ホッパーと呼ばれる鉄鉱石積み出し施設の一部が痕跡をとどめ、苦難、廃線、復興の遺構が史跡として整備されています。